こんにちは、駅弁マニアの堀田でございます。本日は、伊豆急下田駅の駅弁、炙りサンマの棒寿司を買ってまいりました。早速食べてみたいと思います。掛け紙を取るとですね、こういう形ですね。掛け紙もシンプルですよね。で、ラップにくるまれた棒寿司ですね。ナイフで切って食べるんでしょうね。ちょっとね、このラップをね、外してみたいと思います。ではね、準備もできましたので食べてみたいと思います。こんな感じでね、ラップを取ってプラスチックトレイの上に置けますね。ビールも用意しましたよ。で、軽くね、切れ目が入ってますね。で、そこに簡単に、もうほとんどこれナイフ使う必要ないって感じで、こういうふうに切り分けるときにはいいかもしれないですね。お子様とかね。こんな感じでございまして。やっと断面図ですね。こんな感じ。美味しそう。白ごまが使われてるのかな？ごまのね、プチプチが中にありますね。これでは半分食べてみようかな。おいしい。サンマのうまみがね、見事に引き出されてます。軽く炙ってるんで、ちょっと余計な脂が飛んだ感じなんですけども、でも身の方にはね、それでは決して失われないような旨味たっぷりの脂身が入ってますね。醤油ちょんちょんと垂らしてね。酢加減もね、酢締めの感じも酸っぱくないですよ、そんなに。だから、駅弁としてはね、お酢がマイルドなんで、このサンマの美味しさをより強く感じることになりますね。この焦げ目が最高。美味しいな。伊豆って言ったら金目鯛のお寿司とかね、金目鯛の塩焼き弁当とか有名なんですけど、このサンマもめっちゃおすすめですね。むしろこっちの方が美味しいんじゃないかってぐらい僕はこれ好きだな。で、ビールね。ああ、これは極楽だ。死んじゃう、これ。死んで極楽に行っちゃうって感じ。素晴らしい。これはおすすめ。伊豆急下田駅の駅弁、炙りサンマの棒寿司でした。